ART3 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2日連続の大会で無事に2日目の ART3 も終わりました。はい。ハリマクどうでしたか。あ、もう本当にでもいい試合が多くてね、良かったですね。あのサクサク進行も進んで押すこともなく、うんうん、はい、非常に良かったと思います。僕は個人的にはですね、山田選手対木部選手の試合、あ、ね、非常に良かったですね。熱かったですね。お互いなんかこう意地の張り合いという感じもありまして、ね、うん、はい、見事ね、得意技のコレクターも決まって、うん、ね、見どころ多かったと思います。はい、はい、小柳君どうでしたか。そうですね、僕は谷口選手に試合出られたんですけども、うん、すごい気持ちが見えてアグレッシブで良かったのと、あと試合としては井出選手と加古選手の試合がすごい最後までどっち勝つか分からなくて展開があって面白くて、印象的だったのはクレイグ選手、まあ、初戦決めて、ダンジェル選手に負けちゃったんですけど、決勝あのカワン選手とやってすごいガードリテンションしてカワン選手のトップに対応してて、それが良かったですね。はい、はい、DB メイ、はい、私はやはりあの女子の選手、女子の2試合ですね、うん、それとあの脳技が面白かったなと思います。あのこの ART はね、あの要は ASJJF、SAJIJF ですね、もう国内大会で結果を残してる人たちが出てくるということで、やっぱこういう人たち、あの本当に選ばれしい人たちですよね。で今大会もちょっと脳技の試合が1試合しかなかったんですけど、逆に言うとその1試合がギラリと光る非常にいい試合ですよね。最後バックチョーク、うん、ね、あれで1本で決まりました。非常にあれも見応えあったと思います。そしてのあの名勝手カップで、ちょっと決勝戦、ね、ちょっとランジェルが体調不良出れなくなって急に出てきたクレイグがもう非常にいい、ゲーム見せましたね。本当あのカバーの方にペナルティが入って、本当もう接戦だったと思います。まあ1回ねパスガード許してしまいましたが、それにもう差し引いても非常にいいパフォーマンスだったんじゃないでしょうか。はい、この名称テックカップ、ちょっとどうでしたか。この色帯対黒帯みたいな帯色こりた戦いの数々、まあ、結果として見るとやっぱりその下馬評を覆すようなそのクレイグのこう奮闘というか、うん、こうカウアにあそこまでこう光を消すのって日本にどれだけいるんだって感じがしますよね。もうそれまでね、あのずっとパスをガンガン決めてたんだけど、やっぱあのクレイグは1回だけ前にね、やっぱ、うん、あの許してしまったけど、逆に言えばそのクレイグもパスしたやっぱカウアの、パスの強さ、これも非常に良かったんじゃないでしょうか。はい、このね ART3 ね、もう3回やりましたって4回目もうカッコ仮ですが、春先2023年春、はい、春にやると。あとですね、まあ、あの海外展開もいろいろとちょっと予定されているので、このプロ柔術ね、本当いや有観客で見せてるのはこの、ね、ART だけですから、もうそれはね非常にあの見どころがあると思いますので、そちらの方もねお楽しみしていただければと思います。この地方でやった時のこの実況メンバーはどうなるんだっていうのもありますが、確かにわざわざ行くのか、それとも現地採用なのか、現地採用、確かに現地採用の人たちになるのか、首ですか、ちょっと分かりませんが、ちょっとそこら辺もあのちょっとまだね、その開催日時とかもちょっとあの今保留になってるんで、まあ、それもね決まり次第、お知らせしたいと思いますので、そちらの方も、よろしくお願いします。今回のねこの、配信のアーカイブまだまだ、見れますし、非常にね良かったと思いますので、ぜひ見てもらえればありがたいなと思っております。はい、こんな感じで ART3 お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。